これなんだかわかります？これ。あ、流行りのジボリ。ジボリと。ジボリと。ありますね、ゾリボ。で、はい、これをこう伸ばしてあげて、まあ、iPhone こうつけるわけですよね。こうあって、まあ、最近流行ってますから、もうみんなね、一律でできちゃう、簡単にできちゃうんですけども、こんな感じでつけます。はい。そして、まあ、ちょっとこっちの方を、えいと変えますね。はい。こんな感じで。今、こう普通に撮れるんですけども、通常ちょっと録画してみましょうか。はい。通常録画するとこんな感じでちょっと音が、まあ、極端な話ここね音がこう離れちゃってるんで、まあ、外とか行くとなかなか自分の声が入りにくいっていうのがあります。でその時に使うのが実はこのアイテムですね、はい、よいしょ。これはこれマイクなんですよ。iPhone にそうそう iPhone にマイクをつけるんですか。そうなんです。でこれまあ通常ね、はい、インタビューとかにも使えるんで、うん、非常にあのコストパフォーマンスもいいんですよ。そんな値段高くないんで、これを例えばこっち側の方につけます。はい、はい、でここにつけてこの片方のもう一個の方を、はい、iPhone のこっちねイヤホンジャックにつけてあげる。そうするとこんな感じでですね今ついてるんですけど、まあね、このあのコードの部分をうまくこうやってねあの解釈してやってあげると、じゃあこれ何が違うかちょっとやりますね。はい、じゃあこれで押してます。はい、これで今、撮影してるんですけども、うん、今ここにねマイクがこうついてます。でこのマイクがあって、ちょうどこの音っていうのが綺麗に入るようになるということなんで、うん、まあこれぜひシネマ女子も使っていただいて、うん、もっとねこう鮮明な音っていうか綺麗な、ねうね、こう声を聞かせていただきたいなというふうに思いますね。急がめにし